ルセラフィムチェウォンがアイズワンに所属していた頃、ある男性アイドルとの双子説があったのをご存知ですか？チェウォンが双子なのではと噂されていたのが、大人気グループストレイキッズのフィリックス。アイドル同士でそっくりすぎると話題になったといえば、イッチのイェジとストレイキッズのヒョンジンもそっくりすぎて双子なのではと噂されたことがありましたよね。チェウォンとフィリックスも実際に2人は双子ではありませんし、家族でもありませんが、2人の顔がそっくりすぎてこういった噂に発展したようです。今回再び2人がそっくりすぎると話題になっています。ストレイキッズが6月2日にリリースするアルバム5スターのユニットモードフィルムが公開され、フィリックスのビジュアルを見たファンたちの反応が話題になっています。ルセラのチェウォンがいる、一人ルセラがいる、このピリめっちゃチェウォンちゃん、フィリ、ルセラにいてもバレない双子じゃんと、そっくりすぎると注目が集まっていました。ふわふわの帽子をかぶったビジュアルは本当にチェウォンそっくりですよね。そしてチェウォンも同様の帽子を着用していたことから、余計にそっくりで双子っぽいと意見が寄せられました。二人が似たような衣装を着用している画像や同じ髪色の画像を見つけ、二人が似ていると比較しているファンもいました。生き別れの双子みたい、輪郭も目も似すぎ、フィリの妹って言われたら普通に信じる、可愛い兄弟すぎると、本当に双子や兄弟でもおかしくないという意見もありました。二人の共演そっくりで双子感出て絶対可愛い、絶対共演してほしい、いつか二人で MC とかしてくれないかなと、そっくりで可愛い二人がステージでコラボしたり隣で MC をすることを待ち望んでいるファンもいます。今回特に似ている美女が公開され話題になりましたが、今後2人が実際に横に並んでる姿が見られることに期待したいですね。